はい、皆さんこんにちは、デジーです。今回はですね、9月14日に発売された GoPro の最新モデル GoPro Hero 12 Black をね、忖度なしで紹介していきたいと思います。はい、今ねパッケージが映っていますけれども、このね GoPro Hero 12 Black の実売価格はですね、 Amazon さんで63,800円前後となっております。でね、これパッケージなんですけれども、ちょっとねいきなり文句を言いますけれども、これね、まあ GoPro シリーズいつもそうなんですけれども、開封するとですね、ここもうね残念な見た目になっちゃうんですよ。これね、私個人的な話になりますけれども、こういったガジェットのね箱も大切にね取っておくタイプなんですよ。なのでこれ開封しちゃうとね、こうやってもう元通りにならない箱っていうのはね、あんまり好きじゃないんでね、これなんとかね改善してほしいですね。まあということで、今回はね GoPro Hero 12を紹介していきます。それではですね、 GoPro Hero 12 Black の付属品からね紹介していきますけれども、付属品に関してはですね5点付属されております。で、付属品に関しては、まあ、軽く紹介いたしますけれども、このバッテリーですね、これね11とか10と変わってないんですけれども、 GoPro Hero 12のね本体自体の性能向上で GoPro Hero 11と比べると約2倍のね撮影が可能になったそうです。まあでもね、メーカーが言っているだけで、まあ実際ねどうなのか分かりませんけれども、なんかねそういった仕様だそうです。そして今映っているねこのカメラがですね、 GoPro Hero 12 Black でございます。まあ基本的にはですね、 GoPro Hero 11とか10とそんなにねデザインは変わってないですね。で、 GoPro Hero 11のユーザーから言わすと、まあそんなに変わってないなと、まあ、マイナーチェンジモデルだなっていった意見が多いですけれども、まあ明らかにですね正常進化はねしている気がします。で、簡単にねスペックを言いますけれども、360度水平ロック機能をね搭載したハイパースムーズ 6.0、まあ、いわゆる電子手ブレ補正ですね。めちゃくちゃ強力な手ブレ補正がね搭載されております。で、センサーはですね、これ11ヒーロー11と変わらず 1.9 分の1センサーとなります。で、これね動画にもハイダイナミックレンジ、いわゆる HDR にね対応いたしました。これね結構嬉しい方多いんじゃないですかね。で、解像度に関してはね 5.3K のね 60p とか 4K120p、 あるいはね 2.7K の 240p などにね対応しております。ではね、このヒーロー12のね、本体周りをチェックしていきたいと思います。まずはじめにね、正面から紹介していきますけれども、ここにね、レンズがついておりまして、その下にですね、マイクが搭載されております。で、その横にですね、1.4 インチのね、カラーディスプレイが搭載されております。まあ、一回ね、電源を入れてみますね。電源を入れると、はい、こんな感じでね起動しますけれども、はい、これがね 1.4 インチのカラー液晶モニターとなります。で、ここでもねちょっと文句を言わせていただきますけれども、これねタッチパネル非対応なんですよ。まあモニターがねあるのはいいんですけれども、これねタッチモニターに対応してほしかったですね。はい、で、これね本体周りを今紹介してますけれども、こういったね水色のねテクスチャーが貼られているんですよ。続いてですね、背面なんですけれども、背面はですね 2.27 インチのタッチディスプレイが搭載されております。で、ここでですね、私の文句、一番のね不満を言いますけれども、これね、まあ、タッチパネルで操作をするんですけれども、タッチ操作がね感度が悪いっていうか、今ねちょっとめちゃくちゃ調子いいですけれども、こうやってねほらタッチがね効かない時があるんですよ。めちゃくちゃねこれなんて言うんですかね、反応が悪すぎます。
これはちょっとびっくりしましたね。びっくりするレベルでね、めちゃくちゃタッチ反応が悪いです、まあ、感度が悪いですね、はい、調子いい時はね動くんですけれども、これほらほら、なんかね予期せぬとこでタッチタップされて、ちゃんとね動かしたいところでほらもう全然全くこれね言うことを聞いてくれないんですよ。もうね最初に言っちゃいますけれども、このタッチパネルのね反応の悪さでもう GoPro Hero 12はねもう使う気なくしちゃいました。ではねレンズ側の側面を見ますけれども、これはですねもう GoPro ユーザーの方ならおなじみなんですけれども、モードボタンがついております。まあ電源ボタンですね。でその下にですねマイクがついております。これね排水口付きのマイクとなっておりまして、これカバーっぽいんですけれども開きません。もうこれ壊さないでくださいね。で逆側を見るとねこういった蓋がカバーがねついております。でこれね取り外しが可能なんですけれども、ここでもねちょっと不満を言わせていただきますと、まあバッテリーとねマイクロ SD カードと USB-C 端子がついてるんですけれども、これ本体で充電するときってね、ここ USB-C の窓口がないんで、こうやって開けた状態でね充電しなければいけないんですよ。これもねちょっと不満ですね。で別売りでねこれ簡単に外せますけれども、別売りで USB-C のとこがね開くカバーが売ってますけれども、標準モデルはですねこういったただのカバーなんですよ。これもねちょっと個人的にはね不満ですね。底面がですねこんな感じなんですけれども、まあ従来通りですねこのようにフォールディングフィンガーがついておりましてね、サムスクリューをつけることができます。あとですねこれスピーカーもねここに搭載されております。で GoPro Hero 12のねいいところなんですけれども、本体にですね4分の1ネジがね装備されたんですよ。なので余計なものをねつけなくてもこのままですねこれ三脚に取り付けが可能となりました。これはですねすごくいいです。はい、 GoPro Hero 12からね搭載されたこの4分の1ネジはねめちゃくちゃ便利ですね。でこれねアプリに関してはねめちゃくちゃ使いやすいです。まあ初期設定でねアプリをインストールしてねって言ってきますけれども、まあファームウェアのねアップデートもできますし、スマートフォンからね撮影したりとか設定などもね可能です。で先ほどねタッチパネルがめちゃくちゃもう反応が悪いって文句を言いまくりましたけれども、スマートフォンのねアプリクイック GoPro クイックに関してはね使い勝手がいいんで、それはねもうインストールしてね設定はねアプリ側でねした方がいいと思います。あとですねこの GoPro Hero 12 Black はウェブカメラとしても使えるんですが、これもねちょっと文句を言わせていただきます。一応ですねウェブカメラの解像度はですねフル HD のね 30p まで対応しているんですが、それはねめちゃくちゃいいんですよ。ただですね UVC 非対応なんですよね。これね私もね悪いんですけれども、そこを確認せずに購入してしまったんですよ。でこれねパソコンにつなげてウェブカメラとしてね使用する場合はドライバー専用ドライバーがね必須なんですよ。で一応ですね OBS などでは使えたんですけれども、ブラウザーをね使う配信ソフト、まあ、例えばツイキャスとかですねではウェブカメラ認識しませんでした、この GoPro Hero 12。これはね、まあ、私の責任でもあるんですけれども、まあ、購入する前にね確認しなかった私の責任でもあるんですが、これは痛いです。で画質に関してなんですけれども、画質はですねもう普通ですかね。昨年のですね DJI の Osmo Action 3と比べてもまあそんなに違いはないかなと思います。
で、まあ、いいところをねあるんですけれども、さすがですね、電子手ブレ補正に関してはですね、もう最強レベルと言ってもね過言ではないですね。で、私のね動画でもこの GoPro Hero 12のね試し撮影動画をアップしていますけれども、手ブレ補正に関してはねマジでこれすごいですね。じゃあね、一部だけちょっとだけね、まあ、1分ほどだけこの GoPro Hero 12のね試し撮影のね動画をご覧ください。どうぞ。今回はね HDR をね有効にして撮った方がね綺麗に撮れると思います。あとね、手ブレ補正はオートブーストっていうのかな、もう強力なね手ブレ補正をね有効にさせて撮っております。今ね福井県福井市の運動公園というところにね来て試し撮影しております。まあね ZV-1 マーク2の時もねこの場所で撮影しましたけれども、もうねソニーのね Vlog カムと比べれば、手ブレ補正ね手ブレ補正を比べればもう天と地の違いがありますねという感じですね。まあ、画質に関してはですねめちゃくちゃいいっていうわけではないんですが、まあ屋外で撮影するにはね、まあ、十分な画質だと思います。で、昨年のね DJI Osmo Action 3とね画質はそんなに変わらないかなという印象ですね。で、手ブレ補正はねやっぱり最強ですね。これだけ広角で撮れて手ブレ補正もねかなり優秀っていうのはね、やっぱりねスポーツ系の方とか、まあ、アウトドア派の方にはねこの GoPro Hero めちゃくちゃいいんではないでしょうか。あとですね、先ほども言いましたけれども、このネジ穴がついたのはねいいですよね。はい、で、悪いところなんですけれども、これもね繰り返しになっちゃいますけれども、このね背面のタッチパネルの反応がね悪すぎるっていうのと、前面のねディスプレイにこれタッチパネル非対応ということですよね。これ自撮りしてる時にねここで操作したい時があるんで不便なんですよ。で、 DJI Osmo Action はですね前面もタッチパネル対応なんでね、これね GoPro の、GoPro の最新モデルが出る際はですね、まあ、来年また出るでしょうけど、前面もですねタッチパネルに対応してほしいですね。で、ウェブカメラがね UVC 非対応っていうのはねちょっと誤算でした。はい、あとですねこれ画質はねまあ普通と言いましたけれども、暗所ノイズはね結構目立つかなという感じですな。目立つっていうかシャープ感がねかなりなくなりますね。まあ 1.9 分の1センサーかな、なのでまあ仕方ない部分はあるんですけれども、画質はね、まあ、思ったほど良くなかったかなという印象です。私はねこれ5年ぶりに GoPro Hero をね手にして使ったんですが、かなりね印象が悪いです、悪かったです。はい、まあね私のね使用用途ではこの GoPro Hero 12はねちょっともう今後使わないかなと思います。で、ぶっちゃけた話を言いますと、個人的にはですね DJI さんのOsmo Action 4の方がねいい気がします。まあ、今年はねOsmo Action 4はレビューしませんけれども、どっちにしようかなって思われてる方がもしこの動画を見てるんなら、もう GoPro はね私個人的にはねおすすめできません。はい、まあ、今回はですねかなりね辛口のレビューになっちゃいましたけれども、これはねあくまでも私の使用用途ではちょっとね GoPro は相性がね良くなかったということです。ということでね、今回はこのね GoPro Hero 12 Black をね紹介してきましたけれども、普段はですねこういったカメラ以外にもですねいろいろなガジェットをねレビューしていますんで、もしよろしければですねチャンネル登録そして高評価ボタンよろしくお願いいたします。それでは。